ムフィットさんありがとね。なんだっけ、ありがとうくまちゃんも。公演、劇場公演納めしたので、してきました。今日劇場公演納めしてきました。いろいろあった、ありましたね。お話し会もあったし、個展も初めて出たりして、いろいろバタバタした月でしたね。今月はシングルの発売だったり、ちょっと目が痛い。何から話したらいいか分かんないぐらい盛りだくさんの一日になったので、1ヶ月になったので、何から話そうかな。ぐっちさんお疲れ、ギフトありがとう。じゃあ待ってください。12月のカレンダーを見ながら振り返っていこうと思います。今月をまず1日からベトナムに行っていましたね。私はベトナムでのダンス祭とか、ダンス祭に行ったりして、ベトナムを観光もしたし、超楽しかったな、ベトナム。なんか調べたんですよ、なんだっけ、来年のなんだったっけな、なんかラッキーアイテムとかそういうのを自分の調べて見てたら、パワースポット、来年の私のパワースポットがベトナムって出てきて、なんかもう運命を感じました、ベトナムにだからまた来年も行けたらいいなって思いますね。今年は2回も行けたから、また来年も行きたい。でベトナムから帰ってきて MV の追加の撮影があったんですよ。で実はMV 見てもらった方は分かると思うんですけど、ダンスのシーン、バケツが、でっかいバケツが後ろに背景にあるのをその日に撮ったんですけど、私はもうその日からちょっと体調が良くなくて、結構体調悪い顔してるから、そこもね、MV の見どころです。皆さんぜひ見てください。バケツをかぶれ、みんな聞いてますか、聞いてくださっていますか。そう、今月の頭にインフルにかかっちゃって、そうなんです、1週間お休みをしていました。皆さんぜひ聞いてください。あとダンスバージョンも、バケツをかぶれのダンスバージョンも出たので、ぜひ見てください。YouTube にアップしてあります、ぜひ見てね。で、お話し会がありましたね。お話し会の前にリリースイベントがあって、1週間東京行ったり、池袋でお渡し会じゃないリリースイベントやったり、キャナルシティでリリースイベントをやったり、バリハイジップにも出させてもらえたり、すごい1ヶ月でした。本当にお話し会もあって、で公演も、目撃者公演納めもしたし、ここ展公演納めもして、盛りだくさんでしたで明後日はハウステンボスで
みんなと年を越して今年は終わりです。本当にあっという間の1年過ぎて、すごい濃い1年でしたね今年も。ココテン初めて出させていただいて超緊張した。おととい、はじめまして、最近ななかちゃんにハマりました。来年はななかちゃんに会いたい。え、嬉しい、ありがとうございます。ぜひ来年会いましょう。初めて最近はじめましての方がすごい多かったりするのがすごい私は嬉しいですね。リリースイベントとかも初めて来ましたとか、初めて会いに来ましたとか多かったので嬉しかったですね。皆さんも一年間お疲れ様でした。よく頑張りました。みんなよく頑張ったね。また来年も公演いっぱいあるだろうし、お話し会とかオンラインもあるのでぜひ会いに来てください。私待ってます。今日のリップはこれです。ロム&のピンク10番、ピンク、何も見えない、超可愛いんですよこの色、ビビッドピンクって感じで。なんだっけ、あ、そう、ココテンに一昨日初めて出演させていただいて、ユニットが何度も狙えを一昨日やって、今日はこの、あの雪裸足でファッファッってや、この世界が雪に埋もれる、なんだっけ、前に正式名称、何度も狙え、超楽しくて、本当にこの世界が雪の中に埋もれる前にを歌わせていただいたんですけど、緊張したよ。楽しかった、本当に何度も狙えはもうリハから楽しくて超楽しかった。君にもらったんだ。この世界が雪に埋もれてく前に、来年から変わる、来年からチームがまた変わるので、 H とか K4 に出ることは減ってしまうかもしれませんが、またいつかお邪魔したいと思っています。目撃者も16人体制になるから楽しみです。本当になんか目に入ってる気がする。
私の生誕祭は多分2月ぐらいになると思います。私もまだ分かんないけど多分2月。そういえば事務所にあのグッズが届いてて、あの今新しく出てる制服のやつのグッズがあって持って帰ってきたんだ。あそこにある。あとバケツをかぶれの T シャツももらってきた。見たいですか、実物のグッズ。今回制服のやつなんか矢吹さんが載せてたけどなんか面白い、あのアクスタ、あれ何なんだろう、なんかこんぐらいのやつ、なんか髪の毛がさクルンクルンみたいななってる。あとタオルとあれしかないです。タオルと T シャツしかまだなかったので。お待ちくださいませ。この世界が勇気の中に生まれていくのに、よいしょ、まずバケツをかぶれの T シャツ、グレーなの超嬉しいんですけど、私グレー大好き。もがみの中、これ T シャツです。これは T シャツ、グレーの T シャツ。これはメンバーカラーというかみんなそれぞれ色が違います。これ超かわいいグレーで、これめっちゃ、これさかわいいの、これデザインが。こっちからいきます。なーなーかもうが、あ、な、もうなんだかしかなかった。ダダーン、見て、見えてる？超いい感じじゃない？ちょっとこの日のビジュがちょっと良い目で珍しく、グッズとか生写真って私あんまり漏れないんですけど、今回はねいい感じ。これがねタオル、じゃーん、なんかさ角度によって変な顔になってじゃーん。そう、いい感じじゃない？今回のグッズは結構ビジュがいい感じです。いつもはあんまり良くないけどこれは結構いいかもって感じ。なんかさあれがやばくない？描くのによってさ変な顔になる。すごい、なんかこう等身大やん。見てね、チェックしてみてね。同じ顔なんかさぐちゃってそんな感じです。ぜひチェックしてみてね。すごい、めっちゃサイドまで見える。細部か、まつげの束まで見えます。ぜひ見てください。明日あの写真載せようと思います。12時前には終わります。生誕グッズがそろそろ届いてきている頃かな。どうだろう。
なんかさ、花粉の症状みたいなのが出てるんだよね今。鼻がかゆくてくしゃみが出るの。明日届く。お、みんな明日届くんだ生誕グッズ、ありがとうございます。今年も1年本当にありがとうございました。今年の1年は昇格させていただいたり、チームが変わってチーム H になって新しい公演が始まったり、いろいろいろんなことが起こった1年間だったんですけど、本当にガルアワに出れたり、なんかやりたい、こういうことやりたいって言った時に応援してくれるみんながいたので、今年も楽しくやりきることができました。もうやりきった気持ちでいっぱいです。本当にいろいろ体調崩したりして、本当に結構なんか落ち込んだりしたこともあったけど、その体調崩してる期間に大丈夫とか連絡くれて、連絡というか SNS でメッセージっていうかくれるファンの方も多くて、それを見てなんとか元気になってたので、本当にみんなに支えられて私は今楽しく活動させていただいていますので、皆さんいつもありがとうございます。本当にありがとうございます。今年はもうね、配信できなさそうな感じがあるので、来年も私と一緒に楽しい思い出作りましょうね。よろしくお願いします。握手。いっぱい楽しいことしましょう。配信は最後だけど、あさってカウントダウン、ハウステンボスでカウントダウンライブがあるので、もしかしたら、わかんないけど、もしかしたらその隙間時間とかでできるかもしれないので、まあもしかしたら、もし配信できたらしたい気持ちはあるので、またお知らせします。来年もみんなで頑張っていきましょう。楽しい一年にしましょう、来年も。えいえい、おー、そう、爪変えたんです。そういえば今回はシンプルにしました。そう、白に青のハートつけました。かわいい。みんな体調には気をつけて年末楽しんでください。お正月休みはゆっくり過ごしてくださいね。たくさん寝て、たくさん食べて、お餅いっぱい食べてね。私はいっぱい食べたい、お餅。数の子も食べたいし、黒豆も食べたいと思っています。年越しそばも食べたい。なんか今年ハウステンボスにうどん？そばとかなんか用意してくださるみたいです、噂によると。なのでいっぱい食べたいと思います。みんなもいっぱい食べていっぱい休んでください。
お仕事の方は頑張ってください。お正月から偉いです本当に。みんな偉い、みんな毎日偉いです。いつでも、いつでも何のいつでもだ、いつでもってちょっとなんか、うどん食べたいよね、そばもいいよね。みんな仕事納めとかしたのかな。クリスマスはケーキ食べた？食べた。食べちゃいました。クリスマス、年末ゆっくり過ごしてね。ありがとうございます。ゆっくり休ませていただきます。おみくじも引きに行く。今日が仕事納め。お、昨日納めた。お、みんなお疲れ様。本当に今年お疲れ様。昨日ね、昨日仕事納め、明日が仕事納め、今日が納め。みんな納めれてよかった。お疲れ様です。みんな明日がお仕事納めでファイト、頑張ってね。明日まで塾だから頑張ります。えらい、塾納めしてきてね。明日勉強いっぱいしててえらい。私は今日講演を納めてきました。来年はチーム H の目撃者から始まるので、新チーム体制で楽しみ、楽しみです。授業する側の納めでした。お、先生ってこと？先生お疲れ様。今日が休み納め、明日から4日まで。いやー、嘘でしょ、すごい。それは休み納めの方もあるんだね、そっち側もあるんだ。お疲れ様、偉いです。お正月もお仕事に行って、明日明後日と大掃除。私たちも今事務所の大掃除をね、日に分けてやってるんですよ。今日もね、大掃除して帰ってきました。私もお家を大掃除しよう。今年は初めてななかちゃんに会えていい年でした。おー、嬉しい、ありがとうございます。また来年もたくさん会いましょうね。来年の公演も出てるんですけど、結構ね公演あるよ、みんな。みんな会いに来て、年末でない年始明けおめしましょうよ。目撃者も結構あるし、パジャドラもあるし、ここ店もね割とある。生誕祭が多いですよね、やっぱ1月は。それがね楽しみ、超楽しみ。みんなぜひ会いに来てね。いつでも私は待っています。明けおめって言おうね。最近は良いお年をってめっちゃお見送りで言ってた。いや、私を奈々香ちゃんの1年でした。楽しい1年でした。1月のありがとうございます。私も超楽しい一年になりました。いっぱいみんな会いに来てくれてありがとう。
あ、もうそんな時間？ランキング読もうかな。読みます。お、12位リコさん、ありがとうございます。11位銀一のケンさん、ありがとうございます。10位ドレークさん、ありがとうございます。9位レノメロちゃん、ありがとうございます。8位ミヨッチさん、ありがとうございます。7位ミッチさん、ありがとうございます。6位グッチさん、ありがとうございます。5位ゆずこしょうさん、ありがとうございます。4位ようちゃんさん、ありがとうございます。3位ちぐまささん、ありがとうございます。2位ルンルンさん、ありがとうございます。1位ムフィットさん、ありがとうございます。みんなありがとう。もうあと1分になっちゃった。またハウステンボスの日か31か年始に会いましょう。またね。